13時間前シドニー FC 戦に向けて抱負を語った長木亮太、写真、イコールゲッティイメージズ13日に行われる AFC 茶。ビヨンズリーグ、アクル、グループステージ第4節で、鹿島アントラーズはシドニー FC、オーストラリア、をホームに迎える。鹿島の大岩剛監督と MF 長木亮太が前日会見に出席し、抱負を語った。日本サッカー協会、JFA、公式 HP がコメントを伝えている。グループステージ3試合を終えて2勝1分け、勝ち点7でグループ H の首位に立っている鹿島。今節で勝利を収め、もう1試合で水原三つ星、韓国、勝ち点4が上海新化、中、国、勝ち点3に勝てば、2試合を残してグループステージ突破が決まる。大岩監督は、スタートから90分間を通して自分たちがゲームをコントロールするという意識で臨み、しっかりとホームで勝ち点3を取りたいと思います。アクルに出場しているチームは、過密日程や長時間移動が当たり前にありますので、所属している選手全員がシーズン開幕当初からしっかりと準備ができていないといけないと思っています。幸い、鹿島にはレベルが高く、意識も高い選手が数多くいます。彼らを信頼してピッチに送り出したいと思います、と語った。また長木は、先週のアウェーでのシドニー FC 戦、7日、2-0で勝利、では、良い内容で勝つことができました。明日のホームでも、ぜひ勝ちたいと思っています。シドニー FC はしっかりと後ろからポゼッションし、ボールをつないでくるという印象を受けました。また、体格の良い選手が多く、フィジカルが強いと感じました。先発出場する選手もそうでない選手も、チームひとまるとなって戦いたいと思います、と、抱負を述べている。ツイートシェア